到着しました。空港からリムジンタクシーみたいなやつを頼みましてね、料金が1,200〜1,300円かな。ここです、はい、こっち側が道を挟んで向こう側がダナンの、海岸線です。だからもうちょっと高いところに上がったらダナンの海岸線が見えます。このダナンの海岸線には高級ホテルがずらっと並んでいて、中には1泊10万円を超えるような高級リゾートもありますが、ダイヤモンドシーホテル、この上の方は海が見えますね。海が見えるあの部屋もありますが、我々が泊まる安い部屋は多分海が見えないだろうと思います。はい、ということでダイヤモンドシーホテル到着です。なんかうなぎの寝床みたいな幅の狭い奥行きの長いそういうホテルのようです。はい、でも大理石の床の綺麗なホテルです。よし、これで3泊1万9000円ならいいんじゃね。810号室はい、部屋の中がどんな感じかというとですね、じゃーん、ダブルベッド、かなり大きいですね。クイーンサイズですね。ここにまあ、ウェルカムコーヒーってこういう意味か。はい、そしてバスルームは、あ、バスタブはないですね。シャワーだけです。まあ東南アジアはだいたいこんなところが多いですが、シャンプーリンスのアメニティは、あ、一応はありますね。はい、砂糖石鹸、実はどうも、洗面台の横にアメニティボックスがあってですね、ひげ剃りだの、歯ブラシだの、あ、これは櫛だな、ありました。はい、基本ひげ剃りから何から全部あります。窓の外は、まあこれはしょうがないか。なんかあのホテルの紹介写真を見るとすごい立派なプールがあったはずなんだけど、プールはどうやらですね、最上階にあるみたいなんで、そちらはそっちでまたご紹介します。間口の狭い敷地ギリギリに立ってるホテルなのでプールなんかねえじゃんと思ったら、実はですね、屋上にプールがありました。へーって感じですね。プールの上には、はい、バーもあります。あー、そしてプールの向こう側にはダナンの海が広がっています。3泊で1万9000円だからな。いいんじゃね。